はい、まつきチャンネルであります。この前出したばっかしなんですけども、またデータを YouTube、取り込んだら収益化が制限つきましたね。たけちゃんのなんか面白いやつが撮れたんですよ。プレミア公開予定。ちなみにこれ、サムネイルですけども、私が作ったサムネイルじゃなくて、YouTube 側で、まあ3択、YouTube 側で3つサムネイル選択したうちの、まあ、1つですね、これ。これはそんなに問題ないと思ったんですが、収益化が制限付き。で、制限が広告の適合性ということで、ここかな？これだ。審査をリクエスト。リベか。広告の適合性。この動画はコンテンツがほとんどの広告、掲載で、掲示板の掲載に適さないと判断されたため、広告掲載が制限されているか、広告が全く掲載されていません。再生は引き続き可能で、YouTube プレミアムから定期購入による審査を得ることができます。人間による審査ですね。審査をリクエストをポチッと。令和たけちゃんも、加藤さんも喋るのが上手で、私と違って、話が途切れないんですね。で、話が途切れないと、なかなか広告つけにくいんで、いや。審査による、人間による審査のリクエスト、これちょっと読むのを省略します。この動画が YouTube の広告掲載に適したコンテンツのガイドラインに準拠していることを確認しました。なかなか面白い動画ではあるんですけど、そんな過激なシーンないんで、普通に大丈夫なんですけど、まあ、AI がご検事したと。ここ、ちょん。審査をリクエスト。あら？ なった。これ審査中とか出ねえな。ちょっと別の画面出しますか。ダッシュボード。現在、チャンネル登録者は1万2137名です。令和たけちゃんの出してから、だいぶ登録者ペースが速くなりまして。田中希実さんの動画が相変わらず好調ですね。1500は予選通過したということで、1500ですね、東京オリンピック。準決勝は多分非常にきついかと思うんですけど、田中希実さんは一定のペースで、ハイペースでは走ることができるんで、まあ、先頭地か。ラストスパートにかけることなく逃げ切るような感じで、まあ、もちろん決勝に残らない残る可能性がないことはないので、ぜひ決勝に残っていただきたいと思います。で、あと1回、コンテンツ、まだ、ちょっと時間かかるですね。一旦切ります。プレミア公開、多分8月6日の夕方ぐらいに設定するかと思います。では、いった。じゃあ、ちょっと、サムネイル、私はなるべく動画の一部分から抜け出すようにしてるんですけど、逃げる敵じゃねえな。これかな？立憲民主党はこれか。多分これだな。多分これですね。で、
保存。ああ、まだ制限、広告の適正、適合性になってるな。あ、そうか、に、人間による審査なんで、やっぱり時間かかるんですよね。動画を管理。ああ、まだ。サムネイルはこれになりました。ここで収益化がオンになって制限なしに変わったところを移したいんですけど、これで終わるかもしれません。ちょっと、あ、じゃあチャンネル登録者のところを移して終了画面としますか。ダッシュモード、現在8月4日の今12時38分ですね。さまざまなジャンルを扱っているモトキチャンネルに1万2137名チャンネル登録してくれてありがとうございます。あ、ちょっと話早いんですけど、衆議院選挙、私は帯広在住なんで、十勝地方がまるまる北海道11区なんですよ。石川香織さんと中川優子さんの多分一騎打ちかなと思うんですけど、もし気が向けば、北海道6区かな、上川地方、青川島の、あれも動画撮影行くかもしれません。動画撮影してもらいたい方は、北海道6区も動画撮影、まあ、選挙運動ですね、来てくださいとコメントください。まあ、多分コメント来ないと思うけど。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、続きであります。8月5日の朝5時ぐらいです。続きですね。結果的には、まあ、これですね。プレミア公開。まあ、結果的には、広告の適合性で、人間による審査によりまして、確認済み、まあ、結果が出ました。手動による審査の結果、この動画はほとんどの広告主に適していないと判断されました。再生は引き続き可能で、YouTube プレミアムから定期購入による収益を得ることはできますということです。広告どのくらい出るのか分かんないんですけど、まあ、ほぼ出ないのかなと思います。ちょっと、概要欄。広告の適合性で収益に制限がかかっています。このモトキチャンネルには100%クリアな動画だけにしたいので、この動画は今月中限定公開で、来月からは予備チャンネルのモトキトラベルチャンネルに移す可能性あり、が、この動画はプレミア公開としたいので、もしスーパーチャットが一件でもあれば、そのままマドキチャンネルにの残すかもですと。投げ銭ですね。投げ銭がもし誰かやってくれれば、まあ、記念に、このままマドキチャンネルに残すかもです。投げる対象が私です。マドキチャンネルです。前回1回だけプレミア公開だったんですけど、これも、トラさんの動画流して、で、そのトラさんに対して投げ銭みたいな感じでやったんですけど、視聴者反応してくれませんで、これですね。で、これはプレミア公開なんで、スーパーチャットがあれば、そのままモトキチャンネルに、残しますけど、まあ、多分スーパーチャットは私に対しては投げ銭してくれないと思うんで、
その場合は、もどきトラベルチャンネルに移しますということですね。立憲民主党対竹ちゃん。まあ、動画はいいんですけど。本編、本編がいいかな。これか。本編は動画22分 8秒までで、そこで広告入れる予定です。で、そこからちょっと、ビデオカメラのオンとオフを押し間違ったんですけど、まあ、素の竹ちゃんとか音声は入ってるんで、よければ見てくださいということですね。では。これ見ながら。ちょっとチャンネル登録者見てみますか。昨日かおととい1万2100名超えたばかしなんですけど、1万2192名ですね。じゃあこれ映しながら収録画面といたします。人気の動画、過去に48時間では田中希実さんのあの動画がやっぱり好調で、昨日東京オリンピックの1500で日本女子初の3分台で準決勝、決勝に行ったということで、すごいですね。